俺はジャイアンガキだ一生。どうもポメラニアン界のジャイアンことティファニーです。俺はカフェにいるときはいつも気を張ってて、少しでも外で音がすれば吠えて、おむつつけようとしたら噛もうとするし、気に食わないことがあると怒るんだぜ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものとかなんとか言ってますけど、本当はね、ただのビビリの甘えん坊さんなんです。おい、ノーバディは後で紹介するから黙ってろ。今日は俺の里親募集動画、俺の取説動画だ。つまり俺のリサイタルだからな。ちゃんと入場料としていいねボタンを押してから見てくれよな。え、まだチャンネル登録もしてないって？のび太のくせに生意気な。早くチャンネル登録をして、今から紹介する俺のことを一晩で手なずけたすげえやつの応援をしてやってくれよな。それじゃあ紹介するぜ。 Ladies and Gentlemen、 保護犬 YouTuber のミスターノバディに大きな拍手を送ってくれよな。え、どうもこんにちは、ミスターノバディです。今回はですね、この白いポメラニアンのティファニーくんの紹介の動画でございます。すごい可愛い顔してるでしょ？ねえ、可愛いですよね。白いタヌキみたいで、ほんと可愛い子なんです。ただ実際ですね、この子を初めて見た時は、まあなんかもうすんごいなんか噛みつこうとしてるし、やべえやつうちに来たなと思ってたんですけど、まあすぐに仲良くなれました。もうこの子とはですね、10日以上か。10日以上一緒に暮らしておりますので、今日話する注意点を、まあ、聞いていただければですね、このことも楽しく生活がね、できるんじゃないかなというふうに思います。この子はね、見た目が可愛いんで、すぐ触りたくなっちゃうと思うので、あえて今回はね、注意点からお話をしていこうかなと思います。おむつが嫌い、子供が苦手、気分屋、寝てるところを動かそうとするとすぐに怒る、音に敏感で吠えまくる。ポメラニアンだし、吠えるのはある程度仕方ないにしても、おむつが嫌い。まあ、3、4日でなんとかなります。子供が苦手。うちの娘とは2日目で打ち解けました。気分屋。はい、気分屋ですが、対処法はあります。寝てるところを動かすと怒る。はい、噛まれました。まあでもね、噛まれても、所詮、ちびすけですから、すぐ治りますよ。で、僕が噛まれたのもね、この子の里親募集動画を作んなきゃいけないっていうことで、今もし手出したら噛むのかなっていうのでね、検証をする意味で、手出したら噛まれただけです。なので、まあもちろん手出さらね、で、手を出さなければね、噛みませんよ、この子は。なのでですね、今日はこの子とのね、付き合い方について3つポイントをお話ししていこうと思います。1つ目、この子との信頼関係の作り方。2つ目、噛まれないコツは先に褒めること。3つ目、この子のアンガーマネジメント。なんかそれっぽ。この子と信頼関係を作るコツはズバリ散歩です。散歩がね、とにかく大好きみたいで、散歩って言ったりするだけとかね、あとリード見せるとすごい喜ぶんですよ。僕の場合はね、新しい保護犬が来た初日は問答無用でがっつり散歩に連れて行くことにしてるんですけど、この子は特に散歩に連れて行ってくれる人に懐きます。本当にわかりやすかったですよ。だって来た初日はね、やっぱティファニーって子供が苦手だから、うちの娘が近く通るだけでワンコラワンコラ吠えてね、威嚇してたんですけど、2日目娘が早起きして散歩連れて行ってあげたら、もう速攻で仲良くなってました。よく言うリーダーウォークみたいなね、そんなことをしなくても大丈夫なんですよ。この子こう見えて結構賢いから。こう見えては失礼か。この子賢いし散歩上手なんで、全然自分からぐいぐい進んだりはしないです。やるとしたらね、茂みとかを見るとそこに入っていこうとするんで、まあ待てと。こちらのね、タイミングで自由時間は作ってやるから、とりあえず今はついて来いってやるくらいでいいと思います。逆に、ちゃんとこっちのタイミングでおしっこできるのはかなり優秀だと思います。特に小型犬ってすぐにね、自分のタイミングでおしっこしちゃうじゃないですか。でもこの子の場合、今はしてもいいよっていうタイミングでちゃんとできます。あとなんか自由時間中はね、好きに歩き回りますけど、はい終わりってなるとスタスタね、後をついてきます。てか別に自由時間なんて言ってもないのに雰囲気で察せることができるって結構賢いと思うんでしゅよね。でしゅよねって。小型犬の割に僕の散歩量にも割とついてこれるから、散歩大好きな人間にはいい相棒になると思います。ただ一緒に走ったりランニングまではできないから、ノーバディお散歩検定は3級ぐらいですね。やっぱり僕のランニングとかジョギングについてこれないと、有段者にはなれません。まあ小型犬じゃ無理ですよね。また雑種とか柴犬の散歩大好きっ子が来てほしいですね。で、2番目の噛まれないコツは先に褒めることっていうのも、まあ信頼関係を作る一環ではあるんですけど、これは実践していきます。ちょっとね、ライトとか、あんまりこうね、カメラとかある環境だったんで、ちょっとしばらく、このままね、時間を置いてね、待ってました。今だいぶね、今僕のこの膝の上でね、くつろいでます。で、こういう時に動かそうと、寝てる時。
ね、さっきまで寝息かいてすやすや寝てましたよ。こういう時に動かそうとすると、怒ります。なので、まずは起こさないといけないですよね。ティファニー、ティファニー、おいで。さあさあ、さあ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 、さあさあさあ、おいで。さあ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 、リカ。さあ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 。みたいな感じで、まあ、まずはね、これから何かをするんだぞっていうのを分かれせてから、やってあげればね、全然問題ないんですよ。で、こんな感じでね、もう先にこう褒めちゃいながらね、おむつ替えもすごい苦手なんです。今、うちに来た当初なんで、こうやっておむつのあたり触っただけで、あ、ちょっとまだ反応してますね。ね、もっとすごかったんです。でももうだいぶ慣れてきました。それも、先に、いい子だねーなんて言いながらね、やっちゃうんです。ささってやっちゃうんですよ。そしたらね、まあ大丈夫になってきました。まあそれでもね、たまにうーってうなったりするんですけど、そういう時はね、こう、気をファッと何かで、ね、おやつでも何でもいいんですけど、散らしてあげれば、一点集中しちゃうとガーってくるタイプなんで、ファッと気を散らしてあげちゃえばね、大丈夫です。で、外なら結構気が散りやすいんで、なのでね、帰ってきた、まあその流れで外でね、おむつパパッとつけてから家に帰ってきちゃうってことも多いです。てかほとんどそうしてます。で、あとは、僕この子に対してほとんど叱ったりとかってしてないんですよね。まあっていうのも最初にみなしごさんから、まあこの子叱ったりしなくていいです。最初のうち信頼関係できるまで叱ったりね、しつけたりしなくていいですっていうふうに言われてたんですけど、別になんか叱る必要があんまりないような気がするんです。基本この子の個性はね、もうとにかくビビリなんで、なんかやられるって思うから怖くて攻撃的になっちゃうんですよ。散歩の時とかね、見てると分かりやすいんですけど、こう、なんか知らないおじさんとか通ってくると、向かっていくんじゃないんですよね。ワンワンワンって向かっていくんじゃないんですよ。逃げながらワン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 って吠えてる感じ。まあ遠い時は行こうとしますけど。なのでね、結局怖いんですよね。ビビリなんです、この子は。ねえ。ビビリなんだよね。かわいいね。ティファニーはね。ただね、興奮するともう手がつけられなくなっちゃうタイプなので、まあそうなったらね、放置ですね。1、2回うちでも、まあうちの中でもね、こう、凶暴化しちゃったんで、ハウスさせて、落ち着けたんですけど、もうね、数分経ってば、え？何？みたいな感じで、甘えに、ペロペロって手舐めに来ます。ただまあ僕もね、言うても素人ですので、まあもし、本当にね、この子の里親さんになろうっていうふうに思われる方は、里親になった後にですね、一回ぐらいはね、こう、ドッグトレーナーさんのところに連れてってあげた方がいいんじゃないかなとは思います。最後にこの子のアンガーマネジメントなんですけど、散歩中ね、もう動くもの全てに吠えかかるんですよね。結局この辺もね、さっきのと似てるんですけど、興奮しきっちゃうともう手がつけられないので、興奮する前に止めるんです。だいたい散歩中前から人が来たりするとね、鼻息荒くなるんですよ。って。なので、荒くなってきたらティファニーって呼んで気を散らして、また興奮し始めたら気を散らして、で、静かにやらし過ごせたら褒めてあげる。偉いねー、みたいな感じで褒めてあげる。ってやるとうまくいくことが多いです。ただ、どうしてもこう昼間とかね、特に公園なんか行くと、まあこの子の苦手な、子供がたくさんいたり、犬がいたりしてね、なかなかうまくいきませんよね。夜の人通りが少ない時間帯とかで試してみると、まあ、十中八九うまくいきます。この方法でやってればね、家の中で吠えるとか、外でね、外でもね、だいぶ改善されていくんじゃないかなって思います。まあ別に、次の飼い主さんがね、そういうの気にしない方であれば、ほっとけばいいと思いますけどね。僕もあんまりぶっちゃけ気にしてはいないです。どう思いますか？ドッグトレーナーの方とかね、見てたらコメントください。僕はね、所詮素人ですので、お手柔らかにお願いしまーす。ということで、最後にね、この子の本当の姿をお見せしていきましょうか。どうせカフェではね、ワンコラワンコラ吠えて、なんか手出せや噛みつこうとしてしてくんだろ？もうこの体勢で寝そうじゃねえかお前は。本当はね、ただの甘えん坊なんですよこの子。うちの娘のことも大好きになっちゃって、うちで見てるとね、うちの中だけで見てると本当に子供苦手なのかなって思います。まあもちろんね、娘もティファニーが嫌がることはしないし、本当にティファニーがね大好きだっていうのが伝わってるっていうのも大きいと思いますけどね。まあいろいろありますけど、結局この子可愛いんですよね。うちというか僕の父方も母方もね、昔ばあちゃんがポメラニアン飼ってて、結構ポメラニアン好きなんですよ。なんかモフモフしてて可愛いじゃないですかね。この子の場合なんか寝息もうるさいし、つぶらな瞳でこっち見てくるし、本当に可愛いですね。まあ10日間過ごしてきて、その直前にトリミング行ったばっかりだったからっていうのもあるのかもしれないんですけど、あんまり毛も抜けないし、散歩量もね、まあ連れて行きゃ結構歩くんですけど、実際飼ったら、まあ1回20分ぐらいの散歩をね、朝晩2回連れてってあげれば十分だと思います。
ご飯もよく食べますし、本当に可愛いやつですよ。ちなみにフードアグレッシブも特になかったです。前の飼い主さんに甘やかされたのかなって感じですけど、本当はね可愛いやつですよ。多分ねカフェではビビリでね気張ってるんで、もう結構吠えたりね、あの噛みつこうとしちゃったりするのかもしれないんですけど、たくさん散歩連れてってあげて、扱い方慣れてね、あの信頼関係できてくればね、いい人生の相棒になってくるんじゃないかなと思います。というわけで、この子のことが気になったそこのあなたね、ぜひ概要欄に今回あのみなしご救援隊さんのホームページとか SNS のリンクとか入ってますので、あとはね、あの本当に里親になろうっていう風に思う方は、携帯の番号入ってます。そちらの直通の番号になってますので、そちらにねぜひ直接ご連絡をください。というわけで、本日の動画は以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。かわいいね、二人仲良しだね。ゆっちゃん、ティファニー大好き？うん。ティファニーも大好きなの？リトルノーバディか。そうか、いい顔して似てるなぁ。かわいい。あー。